2023年12月に入りました。あなたの中で流行ったものは何ですか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ八雲庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。2023年のヒット商品が日経トレンディから発表されましたね。1ヶ月前の記事なんですけれども、2023年ヒット商品ベスト30、はい、第1位なんだと思いますか？第1位はね、チャット GPT、 生成 AI ってやつですね。はい、これ今有料会員ストップしてるんですよね、確かね。私も類に漏れず有料会員でございます。いやね、これは本当に便利です。はい声を大きくして言いますけれども、私みたいなね、一人でいろいろ授業やってる人間からすると、まあいい相棒になってくれるんですよね。ただね、ただです、チャット GPT でもこれはダメだなって思ったことがあって、それが何かっていうと、歌詞を書くっていうことだったんです。こういうテーマでこういうキーワードを使って、こういう人たちに向けた歌詞を書いてくれっていうふうにチャット GPT に聞いてみたんです。したらね、言いたいことはわかるんだけど、やっぱり熱度がないというか、すごいね、平ったい感じの歌詞が返ってきて、いろいろね、こう生成 AI とか、まあ、チャット GPT もそうだし、いろいろな人間の仕事が、ね、コンピューターにとって変わられるなんて言ってますけど、歌詞を書くという仕事はまだまだ人間のこうパッション、感情ね、ここがものを言うんだなっていうのは、私も作詞活動をしてて思いました。はい、とはいえ便利なものは便利です。はい、これ聞いてくださっているそこのあなた、2023年のヒット商品何かありましたか？ぜひ教えてください。ということで、今週のコーナー紹介参りましょう。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。今週はですね、 Z 世代のセックス感について、こんなニュースが上がってまいりましたので、皆さんと共有していきたいと思います。まあ耳だんぼになりますわね。はい、楽しみにしていてください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラー押したり構造先生がご担当いただくこのコーナー、今月は魔性というこのキーワードでお話をしてくださいます。また私絡まれるんでしょうね。はい、楽しみに待ってます。そしてこのコーナーも大人気です。占い癒しところ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週は12月8日が歯ブラシ交換の日ということで、交換をテーマに鑑定していただきました。交換か、いろいろ交換する時期もありますよね。一世代前だとソニータイマーとか知ってるかしら。はい、番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談、そーっと送ってください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、
インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上、info@friendvillage-c.com まで送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ。私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けしております。気になるサプリ、今週はまた行くからこんなニュース。そうなの？ Z 世代の性事情、リアルな本音を暴露。恋愛とセックスに関する意外な事実とは。こんなニュースが入ってまいりました。 Z 世代の性事情に迫っていき、彼らの思考、行動、パートナーとの関係性について紹介しているコーナーなんですが、 Z 世代、これは10代から25、6歳までの方のことを指す言葉なんですが、彼らがパートナーとのセックスコミュニケーションで重視していること、それは彼らの約6割がパートナーとセックスに関する会話を行っているということなんですね。なので我々世代、そしてミレニアル世代、 Y 世代と呼ばれるとこですね、ここと違うのは、セックスのことをオープンに話すことにより、さらに相手への理解を深めることを価値として持っているということなんです。また彼らの半数以上がマスターベーション、セルフプレジャーについても話し合っているというデータも上がってきてて、この数字からも Z 世代が性に対してオープンな姿勢を持っているということがよくわかる。そしてさらに興味深いのが、 Z 世代が人柄や価値観を重視している。そしてこの価値観の重視というのがセックスへの価値にも現れていて、これは月刊天下さんの2023年2月のデータなんですけれども、月刊天下さんが2000人の男性に聞いたデータによると、Z 世代がセックスに何を価値としているか、これは相手がどれだけ気持ちよくなってくれるか、そして相手が嫌がることをしていないか、ここに価値があるということのデータも出ているんですね。なので Z 世代という呼ばれる彼らは、見た目体型よりも内面を大切にする傾向があるということがデータで分かってきている。私たち世代よりも深い精神的なつながりを求めていると言い換えることもできるんじゃないでしょうかね。女性の生理のことも 34.8% の方が体調不良に対して気遣っていると報告されているんですね。多分この辺も先に話し合っているんでしょうね。こうやって考えていくと、セックスによるパートナーシップへの価値観、またはセックスレスへの価値観っていうのは、 Z 世代と我々バブル世代、ロスジェネ世代、ミレニアル世代とはだいぶ違ってきているのではないかなと見ることができるんですよね。先週ですね、一般社団法人離婚準備支援協会様の総会があって、私パネリストとして参加させていただいたんですけれども、その時にも月刊天下さんのアンケート調査のお話をしたんですね。でその時に、もしかしたら私たち世代とレスへの価値観が違うんじゃないのかな、そもそも彼らがセックスレスだと思っている価値観と、我々ロスジェネ、バブル、ミレニアル世代が感じているレスだ、これって回数もそうだし、セックスコミュニケーションが行われない期間もそうだし、
その先にある精神性というものも価値観そのものが全然違う可能性ってあるんじゃないかなって、なんかそんなことをねふっと思ってお話をさせていただいたんですよね。なんでこう思ったかっていうと、その月刊天下さんの中で Z 世代以外の3世代のと、まあ男性の価値観ですけどね、男性の価値観が射精できるかどうかっていうところに重きがあるっていうことから、おそらく Z 世代とそれ以外の世代でのセックスへの価値というものそのものが違っているんじゃないかっていうふうな見解を示させていただきました。ということで Z 世代はお互いの価値観を非常に大切にすることに重きがある。これは我々が知っておきたいことでもあると同時に、じゃあ我々3世代の価値観がどこにあるんだという再認識もしていく必要があるのではないかなと思いました。再認識をすることでより深い相互理解へとつなげていけると私は考えております。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのはUSP プロファイラー押したり構造先生です。今月は抹消について鑑定してくださるそうです。それでは押したり先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。今回のテーマは、前回ちょろっと出た抹消に関してプロファイリング的に説明します。あくまでもプロファイリング的になのでご了承ください。さて、ネットで抹消を検索すると、男性側からは思わせぶりな態度、モテテクを使う、男を翻弄する、色気がある、みんなをその気にさせる、甘え上手、距離感が近い、などなど。女性側からは、男を虜にする、男の前で演じられる、色っぽい、男が常にいる、本気にさせる術を持っている、転がし上手、綺麗でブレがない、などの意見が見られます。プロファイリング的には、ズバリ、抹消は、エロと、エロスに分かれます。わかりやすく言うと、エロが、やりてえ、エロスが、お近づきになりたいかな。エロがセックスアピールなのに対して、
エロスが教養や所作の美しさなどになります。エロは異性に対してのみ発動するのに対して、エロスはジェンダー問わず効果があります。プロファイリング的には、生まれながらにして持つ特殊な組み合わせ、神を殺すと書いて神殺というんですが、四柱推命の流派によっては200種類以上あると言われてます。そんな特殊配置と、特定の星があるかないかで特性が分かります。有名なのは透過殺や光炎殺など、名前だけでも聞いたことがあるかもしれませんが、こういった要素にいろんな星の配置が合わさってエロとエロスを構成しています。全部のパターンをやったら時間が足りないので、皆さんご存知のあの方を例にとって解説すると、キノトのウサギに代表される絡みつくようなエロスさ、そこに高嶺の花を匂わせる知性、真の強さを見せる信念、場の雰囲気を支配するムードメーカー、一見すると手が届きそうな錯覚をさせる親しみやすさ、勘違いするとぶった切ってくる攻撃力、こういったものを総合的に見ていきます。するとエロ 40% エロス 60% のハイブリッド魔性タイプ、自己ちゃんに近いかな。フェロモンで言うと無臭の女神だそうです。もちろん魔性は男性も持つので、よく女性誌で抱かれたい男とかランキングされてますが、あれをエロ系とエロス系に分けるとイメージしやすいんじゃないかな。どんな魔性を持っているか知りたい方は USP プロファイリングをご用命ください。女性誌の特集では、魔性は褒め言葉になると回答した方が 25%。 これはエロス系の魔性に対しての評価じゃないかなと思います。芸能のスキャンダルがあると魔性の女って書かれちゃうので、マイナスイメージの方が強いかもしれないですけど、ジェンダー問わず使いこなすと有利な特性なんですよ。というわけで本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USP プロファイラーのおしたりがお送りいたしました。それではまた。まあ、後半ほとんど私のことでしたよね。何でしたっけ、エロが 60%、 知性が 40% でしたっけ。意外とエロが高かったんですけれども、私ビジネスエロだそうで、ねえ、どこまで本性のエロか分かりませんよね。知りたいですか？知らない方がいいと思います。はい、押したり先生ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命、行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。また押したり構造先生とプロゴルファーの石渡俊彦さんのラジオ番組ゴルファーズプロファイリングが FM 宜野湾にて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。ファンゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。踊れ踊れ私の占いサブリ、 DMM オンラインサロン、その他サブスプリクションが大好評です。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占っていきます。12月の8日が歯ブラシ交換の日ということで、いろいろ交換しちゃうぞテーマにします。それではセクシーに交換しよう。おひつじ座、気があったんだし連絡先の交換しませんか。もっと気が合えば大切なものも交換したいわ。おうし座、シーツの交換は週1回がおすすめよ。あ、でも私といたら毎朝交換が必要になっちゃうかしら。双子座、枕カバーも週1回で交換した方がいいらしいわ。懐かしの
イエス・ノー枕は私ほとんどイエスになっちゃうかも。ガニ座、タオルにも1年の寿命があるらしいわよ。お風呂上がりに私が巻いている新品のタオル姿、想像してない？獅子座、車のバッテリーの交換は1年から2年よ。ドライブ先でイチャイチャするためにも交換は忘れないでね。乙女座、歯ブラシの交換は見た目良くても月1回。私とのお泊まりデートは月5回でよろしくね。天秤座、加湿器のお水は毎日交換しないとダメよ。私とのキッスも毎日でなきゃ嫌なんだからね。サソリ座、屋根の上の太陽光発電の交換時期は20年以上よ。あなたへの私の愛情は100年でいいかしら。いて座、防災用の非常食は時々食べちゃって交換するのがいいわよ。あなたはどんなことがあっても私を守ってくれるわよね。ヤギ座、揚げ物の油は4回で買えないと美味しくないのよ。夜のスキンシップは5回目からがもっと良くなるわ。熱々ね。水亀座、 Wi-Fi のルーターは回線速度を上げるための交換は4年だって。私はスピードよりもゆっくり時間をかけてほしいの。魚座、人生の節目っていろいろ交換したくなるわよね。あなたは恋人を新しくしたいなんて思っていないわよね。占い癒し処やくも庵オーナー萩原やくも先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットやくも漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。やくも先生は交換しませんよ。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週は2週目ですね。探偵サプリ、 MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんがご担当してくださっております。ここでしか聞けない探偵の裏話、楽しみにしていてください。24時間プロのカウンセラーに電話相談ができます。エキサイトお悩み相談室、こちらはエキサイトお悩み相談で検索をお願いします。小室ゆりにそーっとお電話相談したい、そこのあなた、検索をしてみてくださいね。また電話相談ではなく Zoom を使った対面相談されたい方は、男性の婚活恋活をサポートするサイト、恋愛コーチによる1対1のサービスが受けられるノービオへお問い合わせください。インターネット検索はノービオ、NOVIO で検索をお願いいたします。そしてもうこのチャンネルは登録してくれているよね。 YouTube コムユリチャンネル、
私小室えりが今までお見せしてこなかった日常の姿、そしてお仕事の様子を Vlog 形式でお届けしております。楽しみにしていてください。検索は YouTube 内小室ゆり、ひらがなで小室ゆりで検索をお願いいたします。チャンネル登録、いいね、そして通知オンにしてお待ちください。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処やくも庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューン堂、水曜日の担当は比嘉亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。得るものを変えるためには、まず与えるものを変えればよい、他人を変えたければ自分を変えればよい、人を育てたければ自分が育つ姿を見せることである。日本の作家福島正信の名言です。誰かに何かをお願いする、その時に自分の伝え方一つ変われば、相手のうん、わかった、いいよ、この返事を引き出すこともそう難しいことではないのかなと思います。変化を恐れずに進化していきましょう。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あの日私は生まれた、この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう、この想い恩返し。走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この思い届けたくて、欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへ。